中日、ビジター14連敗。中日は逆転負けで今季ワーストを更新する借金26、敵地では7月11日の阪神戦、甲子園から14連敗となり、フランチャイズ制が導入された1952年以降での球団ワースト記録を更新してしまった。ビジター14連敗の大記録達成。立浪早く亡命しろよ。もう終わりだよこの球団。中日のビジター連敗記録、中日ドラゴンズ64年ぶりにビジター連敗記録を更新です。今季2度目の6連敗、今季最大の借金26、今季ビジター負け越し確定、そして球団新記録のビジター14連敗です。クソ、米さえ食えてたら米食って力つけないと。お米食べてますか。史上最低監督決まったな。細川石川浅見で打線も厚みが出てきて、投手陣もそこそこでバランス良くなったなって思ったら、そっから借金増やすんだから大したもんだよ。球団史上初の白米なし。10安打と11安打なぜこうなった。米を食わせろ。戦時中だから仕方ないね。白米禁止だよ。お米食べません。勝つまでは。欲しがりません。勝つまでは。中日ばっかネタ独占してズリーは